大体です。お祝儀今年いくらぐらいしてます？芸能人仲間だけ。いやでもこれ言ったら人によって差あるなっていうのもバレちゃうんで。なんだ俺あれ いくらじゃねえかってなっちゃうんでね。まあある程度そんなもう派手には包みませんよ。僕の金額もたかが知れてますんで。すみません、ジュニアさんには包んだんですか？いや、ジュニアさんは包めないです。先輩ですから。まだお会いしてないですよ、あの後。だからもし式とかあったらそれ包まないといけないですけど、何をやっていいのか分かんないですよね。川島さんとかも当然包んでないですね。そう、先輩に包むもんなんですよ。僕は包まないですね。基本的に仲の良くない後輩にもあげないですし。関係ない他人だと思ってる。他人に金あげないじゃないですか。だって道端で会った他人にお金あげないですよね。それと一緒です。仲良くない後輩にあげないです。すみません、ちょっと振った相手が間違えました。謝罪します。だからまあ頑張ってね、稼がないと。でもこの車のおかげでその車の番組であったりいろんなものが決まってますんで、でちゃんと立派に祝儀は払えるぐらいの男になりそうですね。この車も一括で買ったんです。何を言ってるんですか。ローンですよ。今国内にはすごいローンがあるんで、この車買う人はこのローン使わないだろうなっていうローンで1億円ぐらい組める。ローンですか？ローン1億円ぐらいまで組めるんですって。車で、で僕の場合ローンプラス頭金で吉本から金借りたんで、まあ、まあすごいことになってますね。月々の支払いは。ちょっと明るい話しましょう。お時間の関係で次の質問最後。あ、木村さんすいません、これ番組にはいつもお金保険かけてるんですか？どれぐらいかけてるんですか？かけてないですね。それ誰が払うんですか？事故った時これ木村ちゃんが大変ですよ。だから、まあ、趣味で始めたんですけどね、何億円もかかっちゃいますよ。1回ぶつけると本当3000万のかかるんで、番組でバンバンぶつかってますから、まあ、レースとかね、はい、うん、でも隊長がそこもう泣く泣くですよ。隊長も厳しいんですね、財政は。もうギリギリで、ただスポーツカーが好きだと、スーパーカーが好きだというそれだけでやってる番組でございます。すごいですね、うちは棚卸しみたいな。そうですね、すごいなと思います。今日もわかんないですね。今日もこれぶつけたら大変、ね、だからね。で、皆さん横に乗りますんで、そうしたら記事にはしてくれますからね。お願いしますよ。それはそれはクレイジー番組だと言っていただければ、それはぜひ乗っていただいて、この後は僕らが聞きますから感想を。それは優しくお互いこうね、お互いこうやりましょう。なんかちょっとノーコメントでみたいなこと言ったらこっちもムッとしますから。そこはお互いこうね、歩み寄って。どうですか、その奈々ちゃんがいいですか？男性陣は奈々ちゃんから聞いてもらった方が答えやすいとか。どうしたんだよおい。反応がないですね。反応ないね。だからまあいろいろやってみましょう。お願いいたします。よろしくお願いします。全然安全運転つけたのに、いきなり急発進の。ちょっと調子に乗ってんじゃん。大丈夫なの？怖え。いやまあね、こんぐらいやんないと記者の方もね。いや、透明を出た甲斐があったな。ああ、そうだな。これは素人じゃできねえぞ。すいませんね、うちの隊長調子に乗る癖あるんで、結構荒めの運転になってます、本日。でもね、普通の体験じゃつまんないですもんね。記者の顔が曇ってますけども。何週行くんだよ。最終き怖いだろうな、本当に。あんなんだ、あれ怖いですよね。あれは怖いよな。まだ回ってないよ、車内。そうまだまだ走れないって。まだ回ってない。うわ怖い怖い。うわうわうわ。じゃあ一回撮る。終わりよ隊長。隊長ちょっといいですか。あ、女性もちょっとお座りください。まだカメラが回ってません。じゃあもう一周だけ。